はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今日はね、焼酎の、ぶどう割りということで、昨日飲んだね、このワイン。まあ、焼酎をね、ワインでちょこっと割るという飲み方が、東京の下町で、の酒場、酒場でやられてるというそうなので、焼酎を9ぐらいかな。9ぐらいに対して、ワインをちょこっと入れる。1。これで完成だそうです。わかりやすい。そんじゃ、飲んでいきます。乾杯。これを飲みながらこう、なんかね、もつとかを食うらしいですよ。本来は、っていうか、本来はなのかわかんないけど、ワインで割ってもいいし、なんか専用のなんか、ブドウシロップっていうのが、まあ、いわゆるカクテルコンクみたいなやつの、ブドウの、まあ、シロップがあるらしいんですけど、それで割ってもいいし、っていうふうに、ね、まあ、ググったらありました。それなりに飲みやすい。まあワイン。まあでも焼酎だからね、結構度数が。ぶどう割りでね、ググるとね、大体出てくるのがね、焼酎ハイボールのね、ぶどう割りっていう味もあるみたいなんですけど。あんまり俺飲んだけど、あんま美味しくなかったの。出てきたのが、ぶどう液っていう大正の12年発売のぶどう液っていう。これがね、ぶどう果汁やぶどうエキスは入ってませんって書いてある。原材料が砂糖と酸味料と香料と着色料と保存料。で、これがですね、天馬飲料株式会社。株式会社じゃないや。以前、梅割りの時に飲んだ、天馬の梅シリーズの、で、おなじみのね、あの会社が作ってると。なんで、これがね、なかなか欲しいんですけど、天馬飲料。天馬の梅。天馬の梅のね、ぶどう。これどっかで売ってねえかな。ぶどう液。製造メーカー様曰く混ぜるとぶどうっぽいらしい。2対8か1対9で割ると。一応売ってますね。値段が 1800ml で1680円。高えな。
高えな。あ、楽天とかにも売ってるね。転売飲料通販。あ、ぶどう液。あ、952円で売ってますね。楽天。ぶどう液。まあ、ググれば出てくるか。今度買ってみるか。まあ、ここで買おう。今度買っとこう。ということで、転売飲料ぶどう液952円。一升瓶で952円。もつ焼きにはめっちゃ合うらしい。基本的にこの、もつに合うように作られてるらしいですね。まあ、いいや。ということで、まあ、これはまあ、でも、まあ、
何も食ってないですからね。なんか食いながらとかだったら、うまいかもしんないし。僕とかね、特に、甘みも特にないし、香りも特にないし、まあ、これ、普通だろ、これ。3223です。ご視聴ありがとうございました。